前走の伊藤で、はい。こう、ちょっと顔面からの落車で本当に心配したんですけどはい、あ、も、ご心配いただきありがとうございます。いや、あれやばいって思ったら、はい。中瀬選手立ち上がって、で、もう歩いていける距離なんですけど、もうずっと必死にタイヤ直されてる姿を見てて、なんか、で、終わって、こう戻ってきたら、中瀬選手、歯が何本折れたって言いましたっけ？6本なくなって、で2本、ここ前の2本、自分の歯で残っておりました。でも折れてたんですけれども、歯茎でギリギリつながってて、もうペロンペローンってなってました。まさかそんなになってると思わなかったから、びっくりしちゃって。再乗したのも、あれ無遊病で記憶がなくって。そうなんですよ。病院に運ばれて、病院のベッドで6着って見て、あ、こけながら入ったんやって思ったら、まさかの歩いてましたね、私。歩いてました。しかも歩くそ前うしなんでっかす。り車輪ひたすら直していましや、あた。れ記憶ないんですよ。立ち上がったのははい。本当早かったんですけど、そっから車輪直すの必死でした。恥ずかしすで、思ぎる。ってのルールでいい結距離局、だったんです。はい。全然もう行ける、歩いていける距離だったから、それ早くね、係の人教えてほしいんですけど、必死に直されてるんですね。どこまで記憶は、その落車した瞬間まで。落車した記憶、瞬間の記憶はありまして、接触して、あ、こけるわっていう記憶があるんですけれども、そこからもう記憶全くなくって、で次に記憶がしっかり戻ったのが医務室のベッドの上でした。こう見て、はい。自分の顔を見てびっくりしませんでした？それが伊東温泉競輪場の医務室で、鏡見せてくださいって言ったんですけど、いや、見ない方がいいって言われて、見せてもらえなかったんですよ。病院に行ってから見た感見じ。て、歯を見て、実はショックじゃなくて笑い転げてしまって、歯取れてると思って、もう貴重な経験できたなと思って、この年にしていればとかないですよね、なかなか。まあ1年後にインプラント1年かかるって言われたんですけれども、下の歯並び悪かったので、あ、治ると思って めっちゃポジティブなんでしょう笑か。ってました、ずっと実は。だから全然こけたその日からすごく元気で、まあ、体は痛かったんですけれども、全然元気です。いいえ、とんでもない。でもそうですね、インプラントするのに抜かなくて済むんですもんね。はい、すごく助 ポジかる。ティブに考えてるってイこンとですスね。では痛かったんですよね、歯は。あ、もう一度お願いします。歯痛かったんですよはあ、ね。それがね、顔全然、アドレナリン出てたんですかね、顔は全然痛くなくて、ずっと首が痛くて、首しかもずっと痛くない状態で、あと顔で痛かったのは、もう終わってから歯ブラシでこすられた時が一番痛かったです。この顔そう、にここ、黒く残らないようにゴシそうゴです、シいっぱね。い一生懸命削ってくださったんですけど、麻酔してって言って麻酔していただいて、痛かったです、一番麻酔する前が。聞いてるだけでいいの。それなのに1ヶ月ちょっとでこう復帰。それがおかげさまで、本当に体は本当に擦過傷ここだけだったんです。だから本当に何も、体は大丈夫で、おかげさまで復帰することができました。ありがとうございます。状態的にはいかがですか？本当に落車前と変わらずに、しっかり練習もできてきたので、あとは自分の努力次第だと思っております。じゃあ今日はちはい。ょっとね、キャリーケースを忘れてしまって、指定練習には乗れませんけどはも、い。恥ずかしい。は明日い。指定練習は乗られるかあ、な？もちろん、はい。毎日指定練習は乗っております。初めてですね、こんな指定練習乗れないあ、はの。い。初めてです。本当に恥ずかしい。父がめちゃくちゃちょっと怒ってました。ママかと持っていくわって言って、父に言われて。はでい。も、その中にもこうやって持ってきてくれるから優しさもあはり、い、ありがたいです。はい。結果で返しましょう。はい。では、明日以降に向けての意気込みをお願いします。はい。京都向町競輪場は、初めて決勝に乗れた、すごく私にとって、縁起のいいバンクですので、今回も決勝に乗れるように、予選からしっかり確定番目指して頑張っていきたいと思ってます。応援よろしくお願いいたします。
福島から東京に移籍されて、こう何でしょう、練習のためという記事見たんですけど、東京いかがですか？もうすごく練習環境もすごく良くて、その練習も充実していて、また生活の方もすごく楽しく生きることができています。なんか東京っていろいろあるじゃないですか、やっぱりお買い物とかショッピングとかもあるし、あ、そのもあるし、なんかこう競輪以外の人とその接する機会が増えたりとかして、なんかこう自分にないものをその他の人からいろんなことを教えてもらうことができて、それがすごくなんか楽しいですね。競輪以外で、っていうのは、競輪以外っていうのはなんかすごく近所の人に恵まれて、なんかその近所の人たちもすごく面白くて、なんかすごいなんか楽しいですね。なかなかこう最近近所の方とのお付き合いって減ったと思うんですけども、下町、じゃ商店街とかなんですけど、結構なんかやっぱ競輪選手っていうとやっぱ面白がってくれて、なんかすぐ顔とか名前も覚えてくれるし、なんかそれでいろんな人紹介してくれて、なんかいろんなところに行ったりとか、行ったり、あとご飯一緒に食べに行ったりとか、なんかちょっと若い人ではないんだけれども、でもなんか自分のプラスになるような人たちがすごくなんかいて、いっぱい、それが楽しいかな。ま、佐々木選手もこうみんなとこう仲良くできるタイプな感じなのかな。あ、そうですかね、なんか、あ、そうです、結構なんかあんまり、人見知りしないっていうか、結構一回行ってみるっていうか、一回何でもやってみようみたいな。下町を選んだのはそういった理由でってことですか？あ、全然なんか行ったらなんかたまたまとか、そういうきっかけで、なんか全然競輪以外も全く正反対の人たちと会ったりする機会がなんかたまたまあるみたいな感じ。逆にこう地元じゃないから知り合いっていないじゃないですか、なんか本当にその近所の方くらいしか逆にこう気楽に話せる人っていない感じ、その選手以外で友達とか。あ、友達ももちろん高校時代の友達とかはその東京にはいるんですけど、自分の近所とかだったらすごいなんか行ってきますとか、ただいまとか言う、一人暮らしなしてから行ってきますとか帰ってきたよみたいな言う機会が増えたなっていう感じがしますね。すごい、なんかでもなんかそうやってちょっと自分より上の方と話すと勉強になりますよね。あ、そうですね、すごくなんか品格とかマナーとか、今はそっちが足りないって言われてそんなしっかり言ってくる。言葉遣い、品格、マナー、食べ方が今はすごい指摘されています。こんなにしっかり言ってくれる方ってまた珍しい。そうですね、でもありがたいですね。へー、そうですね、いいお話もっと聞きたいけれどもこの辺に しておきまして、今シーズンにかける意気込みをお聞かせください。はい、決勝乗れるように走ります、頑張ります。まずは近況、オールスター、お疲れ様でした。はい、たくさんのご投票ありがとうございました。いかがでしたか、オールスターは？本当に平塚バンクも綺麗で、そこにファンの皆さんがすごいたくさん来てくれて、なんか都会のバンクってこんなに人が来るんだと思ってあとなんかオールスターっていうこともあって多分来てくれたと思うんですけど、なんかものすごい嬉しかったですね。都会のバンクね、はい、また台風の影響で、ね、はい、新幹線動かずに。そうなんですよ、最終日の次の日帰れなくて、それならトークショーをしてもらえるかなってことで、なんとファンの皆様の前に行くことができて、なんかすごい人生の流れってあるんだなと思いました人生の流れ、はい、でも最近そのレース以外のイベントとかもすごい、そして競馬の配信とか、はい、いろいろ出演されているのを見るんですけれど、はい、こう忙しくないですか？ものすごいたくさんイベントとか配信とか呼んでもらって忙しいんですけども、なんかそのおかげでなんか頑張れてるというか、多分
イベントばっかりやってたら叩かれると思うので、その分多分間に練習すごい頑張れてるので、すごい相乗効果はあると自分で思ってます。そうだよね。それで弱いっていうか、ちょっと成績が悪いと、うん、まあそういうお言葉もあるかもしれないですけど、はい、しっかり着を残してるから。そうなんですよ、はい、お客さんのこと考えて車検買ってくれる人のためにそうなんですよね、うん、何より多分ファンの人の気持ちは分かってると思います、うん。まあ、この選手になる前っていうのはもともと競輪買われてたじゃないですか、うん、はい、またこう今は選手だから買えないですけれど、もしいつか引退するときあるじゃないですか、また引退したら競輪買いたい。あ、手帳返した日に買うと思いますどこの6前前買おうかなみたいなねもともとあの穴党っていうかあれなんですもんね。うん、そうなんですよ。高配当の配当が好きなので、なんかガールズはあんまり買ってなかったんですけど正直でも今はガールズ経理もものすごい面白くなってると思うんで、あの引退したら買いたいですはい、そうですね。また今こう競馬とかは買えるじゃないですか、はいはい、調子はいかがですか。調子はここ来る前めっちゃ負けてきました。あの門、ここの門に入る1分前に、うん、小島競艇ってボートレースも買ってたんですけど外しちゃったので、ちょっとお金稼いで帰らないといけないんです。今日稼がない、今回稼がないとですね。そうなんですよ、頑張ります。すごい、もうギャンブル漬けって感じですか、はい、朝起きて。そうですね、あのなんかギャンブルしてるというよりか、なんか生活の一部というか、うん、目覚めてコーヒー飲むみたいな感覚でモーニングレース買ってみたいな。本物ですねこれは。そうなんですよね、お風呂より競馬みたいな賞金は基本、はい、そっちの競馬とか、はい、こう掛けごとに。あとそうですね、なんか美容にも使いますけど、最近はなんかオリジナルグッズとか作って、うん、あのファンの人にこう何かでこうお返しっていうか、うん、プレゼントできたりとか思ってそっちにお金使うことが多いです。自分のインスタとかでプレゼントしたいと思ってるんで、はい、グッズ作ったりしてます。またその辺もインスタの方チェックをお願いします皆さん、はい。これって放送前に流れるんですかね。あ、放送前にも流れます。放送前に一個伝えたいことがあって、なんかシューズとペダルを、今回全く別のもの、ちょっと諸事情でそのいつも使ってるオールスターで使ってたシューズとペダルがなくて、違う予備のもので参加するんですよ。なのでちょっと一掃してみないと、なんかそのシューズがいいか分かんないので、まあ、練習で使ってるんですけど、あのそこ様子見て、あのいただきたいなと思います。車検の参考にね。そうですね、シューズとペダルがいつもと違う、ね、違うので、はい、部品交換ということで大切な情報ありがとうございます。そうなんですよ、はい。では最後に応援してくださるファンの皆様へ一言お願いします。はい、オールスターではたくさんの応援めっちゃ嬉しかったです。今回も地元地区なので精一杯自力で、持つ距離仕掛けたいと思います。よろしくお願いします。前々回か伊藤で会った時はまだあの、はい、デビュー2戦目で緊張してましたけどちょっとは慣れました。そうです、まだ緊張はすごいするんですけど少しずつ慣れてきたかなと思います。検査場の雰囲気とか大丈夫になった？あの時はさ、もう同期でこうね、本当にあの時野寺あずさ選手と2人だったんだけど、2人とも身長が150センチな、はい、ないんだよね。ないですね。で2人がなんか小学生みたいにもう仲良くこうどこ行くにも2人で一緒に歩いてる姿がね、今回は同期は小林涼ちゃんで2人、はい、こうまだチューブの先輩とか名前とかを一致しない、大丈夫？なるべくあの写真見てくるんですけどちょっと違ったりとかして分かんなくて写真見てきた？はい、見てきました。分からない選手いたら忍さんが分かるからチューブ多いね今回ね、多くて多いねまだ大丈夫、ヘマしてない？あ、ちょっと何回かやらかしたんですけどそれなかなか挨拶できなくて。あ、そうですね、ちょっと分かんなかったりとかはあります。これはあれですよね、なんかデビューした当初って先輩、その名前は知ってても顔と一致しなくて、うん、しょうがないそれはしょうがない
またここデビューして4場所目になるのかな、はいはい、ここまでなんか賞金とかで自分にご褒美とか買いましたか？いや、まだ何も買ってないです、ね、はい、でも自転車は買いました。フレーム買えたんですか？フレーム買いました。それは今回からってわけではなくて、前回の松坂から使ってます。どうでした？あ、よかったと思います。今回もその新しいフレームで？はい、そうです。それは新型のアンカーにしたってこと？あ、じゃなくてボーマのキヨにしました。今はやっぱりアンカーが多いのかな、ガールズ？そうですね、アンカーが多いです。なんでこれボーマにしようと思ったんですか？自分が軽いフレームが好きなので軽いボーマにしました。軽いダッシュが良くなるってことかな？あ、そうですね。ダッシュが得意？あ、ダッシュ得意です。はい。平子選手の持ち味は何でしょう、そのレースでの？まあ、流れを見て自在に動けるところです、うん、ではでは、その持ち味を生かして今シリーズにかける意気込みをお願いします。こちら。はい、確定版目指して一レース一レース全力を尽くして頑張ります。応援よろしくお願いします。レナ選手といったら、はい、レナメタル、はい、ただこれはもうみんな知ってるから、はい、それ以外でなんかお客さんに知らない情報とか欲しいな、なんて。知らない情報？なんか趣味とかは？趣味は神社巡りです。おー、はい、またなんか一点ガラッと変わってメタルから、はい、そう、結構こう仕事で全国回るじゃないですか、はい、そうすると神社とかも？そうですね、各地の神社行ったりとか、今回もちょっと前泊してフラッと、うん、はい、行ってきたんですか、京都、はい、それこそ京都はたくさんあるから迷いませんでした？で、まあ、行きたいとこ調べてピックアップしといて、うん、まあ、回ってって感じで。そういうのはインスタで？はい、割とネットとかあと雑誌見て調べてます。そういうなんか神社巡りの雑誌とかあるの？なんか季節もののなんか御朱印とか、かわいい御朱印とかそういうのとかも結構集めててやってます。好きな神社？好きな神社、東京の小網神社っていうのがめっちゃパワースポットって言われてて、そこ好きです。そういうパワースポット、はい、なんか結構パワーとか感じれるタイプって言ったらだけど、 あんま感じないでもまあ行ったし、行って心を、はい、洗った感じで、はい、京都だとなんて読むか、なんか三金神社って読むのかな、お金神社なんていうの、三金神 神社、あの恩に、はい、お金の金で、めっちゃキンキラキンで金運アップって思って。神社自体がもうキンキラキンなの？キンキラキンで、はい、いいね、私も行こうかな。行ける、はい、絶対近かった、ね、ちょっと離れてるかな。昨日はそのキンキラキンのところ行って、あ、昨日は行かなかったです。行ってないんだ。前回のミヤハイの後、うん、京都でアート泊して回りました。いいね、それがなんかリフレッシュじゃないけれど、はい、そんな感じになってる感じですね、はい、じゃ結構前泊とかアート泊とかすること、はい、します。アート泊の方が多いのかな？アート泊のがやっぱ多いです。ナイターとか、ね、レース前よりも後の方が気楽に行けますよね。行けて、でも食べ物も食べれるし、うん、かレース前にいい気を取り入れていくのもいいけれど、はい、ちょっとそれで疲れちゃうのもってなると、疲れることはない？疲れることはない。今日も、うん、あの33限度行ってから来ました、うん、修学旅行。アクティブ結構こうアウトドアな感じですか？結構、はい、動き回っちゃいます。お休みの日は？あ、休みの日は決めたらそうやって計画立てていくんですけど、うん、何も立てないとずっと寝てます。あ、そうかそうか、やっぱりね、あのお休みのためのお休みだからね、はい、体を休めるためのね、はい、そっか、はい、じゃあ今回もいい気を取り入れてきたということで、はい、今シリーズにかける意気込みを聞かせください。はい、近畿発戦すごい久しぶりなので精一杯頑張りたいと思います。応援よろしくです。 See you。
沖縄に移籍されて今どれくらい経ちました？ちょっと待ってくださいね、2年ですかね、多分2年です。はい、そのぐらいです。いかがですか沖縄？ずっと暖かいので、うん、冬とか練習このできていいかなと思います。今とか沖縄何度ぐらいあるんですか？今は多分34度とか5度とかなんですけど、そんな変わらない。どっちが暑いですか、京都と沖縄？なんか沖縄は日差しが強いって感じですね。なんか、はい、でもその割に白い。本当ですか、うん、エアトーン結構焼けた、もともと焼けたかなと思うんですけど。みさきちゃんの方が黒い。本当ですか？あれ結構気にされてます、日焼けは？全く気にしてないです。嘘、顔と、本当ですか、うん、顔とかも普段そこら辺出かけるのは日焼け止め塗りません。一緒でございます。沖縄での生活、なんか私沖縄って旅行でしか行ったことがないから、はい、こういかがですか？住みやすいですね、うん、めっちゃ、はい、近くにスーパーもあって、はい、なんかスーパーの牛乳とかすごい高かったイメージあるんだけど、ちょっと物価的に、ちょっと物価的に言ったら高いのかなって感じですね。はい、もう沖縄料理も好き？大好きです。美味しい？はい。自分で作ったりはいかがですか？自炊はしないです。近くにお父さんとお母さんが住んでるので、家族で移住したので、はい、食べに行きます。あ、じゃあ別には住んでるけど近くに、はい、あ、そうです、はい、それ一番最高ですね、はい、あ、そうなんだ、はい、ご家族で移住されたんだ、ならいいですね。うん、なんか勝手に一人でと思ってたので、あ、はい、あ、でもそっか、じゃあご両親近くにいるんじゃ心強いですね。はい、お料理はもうお母さんに任せて？任せっきりですね。いずれ自分で頑張ろうとは？ちょっともうやる気な方で。何なら作れる？トマトスパゲッティ。あ、最高じゃないですか。はい、それ普通に作れる？簡単ですよ。なんか目玉焼きとかさ、カレーって言うと思った。あー、カレー作ったことないです。作れますかね？うん、ルー入れればできやがる。あー、でもカレーも奥深いから。でもトマトスパゲッティもね、すごい、はい、お好きな料理は？パスタです。あ、やっぱりパスタが好きな。おしゃれ。あ、中華も好きです。はい、ね、沖縄料理は？大好きです。食べること大好き。そう、食べるの大好き。じゃあ今シリーズもたくさん稼いでまた美味しいもの食べましょう。はい、はい、頑張ります。ということで今シリーズにかける意気込みお願いします。はい、いつも応援ありがとうございます。今回も自分らしく積極的に頑張ります。応援よろしくお願いします。